デクアムラ・ウェイズリー・ライトは、アメリカ合衆国、アラバマ州、モンゴメリー出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在は、フリーエージェント。2003年の MLB ドラフト7巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。2007年12月にルール5ドラフトで、ヒューストン・アストロズに指名され、2008年3月31日の、サンディエゴ・パドレス戦で、 メジャーデビューを果たした。ルール5ドラフトの規定により、25人枠から外れると、返還義務が生じるため、防御率5点台ながらも1年間メジャーで投げ続けた。2009年から2011年はマイナーで過ごす、時間も多かったが、2012年は4シーズンぶりに1年間メジャーで投げ、自己最多の77試合に登板した。 同年7月にワンデ・ロドリゲスが放出されてからは、アストロズの最古産選手となった。2013年8月12日に、金銭トレードでタンパベイレーズへ移籍。12月2日に、FA となった。2013年12月4日にシカゴカブスと1年142万5000ドルで契約に合意し、16日に球団が発表した。2014年は58試合に登板した。 オフに FA となった。2014年12月16日にボルチモアオリオールズと1年契約を結んだ。2015年4月10日のトロントブルージェイズ戦の当番後、左肩の痛みを訴え左層帽筋の張りと診断され、翌11日に15日間の故障者リスト入りし、5月24日に60日間の故障者リストに移された。6月16日、 参加の AAA 級ーフォークタイズにリハビリ登録されたが、リハビリ登録期限の7月12日までに10試合に、登板し11.2回で防御率7.71と振るわず、14日に故障者リストからの復帰と同時にリーフとなり、22日に自由契約となる。なお、メジャーでの登板は2試合だけに止まり、防御率5.40だった。 2015年7月29日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。9月1日にロースター拡大に伴ってメジャー賞を獲した。エンゼルスでは9試合でマウンドに上り防御率3.18とまずまずの投球を見せた。オリオールズとの通算成績は11試合の登板で防御率3.68という内容であり、 1>, 1シーズンでの登板試合数としては自己最小だった。11月2日に FA となった。オフに自由契約となった。2015年12月22日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだが、スプリングトレーニング中の2016年3月28日に自由契約となった。その後、4月12日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。 参加のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスでプレーし、19試合に登板して0勝2敗3セーブ、防御率4.3121奪三振の成績を残した。7月11日に自由契約となった。2017年1月27日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 7月18日に解雇となる。ありがとうございます。